NHK 大河ドラマ「青天をつけ」第22回徳太夫パリへ後編です慶応元年6月24日中日フランス帝国公使レオン・ロッシュは幕府にパリ万博参加を勧告7月2日幕府はロッシュにパリ万博に参加する旨の返事を行いました幕府は各藩へもパリ万博の参加を条件付きで推奨しました 8月25日、薩摩藩は密航留学生を送った際ベルギーの首都ブリュッセルでベルギーの男爵でフランスの伯爵でもあるシャルルド・モンブランと接触パリ万博への出展も見据えた上でニーロヒサ久信五代友厚との間で12か条からなる貿易商社設立の契約書を交換その直後モンブランはパリ地理学協会で 日本は天皇をいただく諸,公連合で諸国が幕府と条約を結んだのは間違いだと薩摩藩の主張に沿った発表をしました7月20日第14代将軍徳川家持政去去年21位12月5日二条城で将軍宣言を受けた徳川慶喜がようやく第15代将軍に就任。 12月9日フランス軍事顧問団による訓練開始慶応3年正月3日徳川慶喜は弟徳川昭武に五箇条の書簡を送りました1パリ万博終了後条約締結の各国を歴訪すること2 各国歴法が済んだらフランスへ留学をすること期間は3年から5年を想定し学業の習得がいまだ十分でない場合はさらに留学を続けること3留学中は死を重んじること4日本に非常の出来事が起こったとの噂を聞くことがあってもみだりに動かぬこと5東欧の一行は一話に勤めること 慶応3年正月5日、幕府より一足早くパリに到着していた薩摩藩のパリ万博使節団団長過労の岩下道平はフランス外務大臣へ主君琉球国王の命によってと面会申し込みの毛筆の書簡を送りました岩下道平はモンブランと共に出展準備を進めました 正月11日、第15代将軍徳川慶喜の名代として慶喜の弟で御三兄清水徳川家当主の徳川昭武がパリ万博の使節団を率いてパリに向けてフフランスの蒸気船アルフェ号で横浜を出港ししました。2月4日幕府の参加要請に応じて佐賀藩長崎を出港パリ万博に肥前大主政府を名乗って出店。 施設団長は佐野恒民2月27日パリ万博開幕42カ国が参加し会期中1500万人が来場しましたすでに到着していた薩摩藩はパリ万博の開場式で薩摩藩代表が琉球諸島王大使の名義で参加しました2月29日午前9時半マルセイユ港よりフランスに入る 横浜を出てから47日目盛大な歓迎を受けました3月1日午前8時マルセイユ到着3日目徳川北武一行は写真館へ行き記念の集合写真を撮影しました渋沢栄一伝大仏日記の関東の写真ですパリ万博派遣委員一行23名が2列に並んで収まっています詳しくは 私のの前回の動画をご覧ください3月2日午前7時馬車に分乗しフランス第一の軍港ツーロンを見学3月6日マルセイユ出発リヨンで1泊3月7日夕方4時パリ到着横浜をたってから56日目でした文久2年4月7日1862年5月5日開業の グランドホテル現インターコンチネンタルル・グラン・ホテル・パリに投宿3月9日午後パリ万博の場所を見る3月12日ナポレオン・ボナパルトの墓のあるアン・バリッドハイヘ兵院を見学3月14日ブローニュの森のロンシャン競馬場で競馬見物 3月17日パリ万博の日本出品取扱担当レセプス伯爵邸,邸で琉球王国施設を自称する薩摩藩と幕府が対立3月20日レセプス伯爵はパリで幕府と薩摩藩の会談をアレンジ薩摩藩は全権大使家老岩下道平とモンブランら3名幕府は外国奉行支配組頭田辺太一と 通訳山内文次郎の2名調停役は日本出品取扱担当レセプス伯爵と外務省役人ドナの2名でした岩下道平は日本薩摩琉球国大衆政府を自称薩摩藩が領土の一部を実効支配していた琉球国の王の名で独立国であるかのような出展を行っていたのを遅れて到着した幕府側が見つけて驚き 随行した五感情武行閣外国武行向山ハヤの賞そして外国武行支配組頭田辺太一が抗議したのでした岩下道平は何も知りません万事モンブラン伯爵が一点に引き受けたことで東方の預かり知らぬことですとはぐらかしました田辺太一は特に出店者名から琉球の二文字と 島付けの家紋〇二十字の気象を削ること、および出品目録の琉球国陛下松平首里太夫源の持久の名を、松平首里太夫のみに改めることを求めました。薩摩藩代理人のモンブランは、岩下道平らとともに交渉し、薩摩大衆政府の名前は譲れないとして談判しました。 朝廷役のレセプスはこれを了承して幕府の出品の上には「日本」と書いて「日の丸」を掲げ関東大使の「グーベルヌマン」と書いて薩摩藩の出品する品物の上には「日本」と書いて「日の丸」を掲げ薩摩大使の「グーベルヌマン」と書くという案を提示田辺太一は関東大使は容認できないので「日本大訓政府」とすべきであり 薩摩藩のグーベルヌーマンを削除すべきだと主張しましたしたかしモンブラン伯爵はグーベルヌーマンを削ることに強く抵抗合意が難しいと判断した田辺太一が席を去ろうとするとレセプス伯爵とドナが追いかけてきて琉球の故障を削ることとなり日の丸も掲げることまでは一致したのだからグーベルヌーマンの項目だけは妥協してもらえないかと要求してきました。 田辺大一はグーベルヌマンは日本国政府の政府という意味とともに香港政長の「成長」という意味もあるので薩摩藩もグーベルヌマンでいいのではないかと考え合意してしまいました幕府の田辺太一と薩摩藩代理人のモンブランとの間でパリ万博をめぐる幕府と薩摩藩の議定書を締結しました合意したのは次のとおりです ジャポンの名の名共通の旗としていずれも日の丸を掲げる幕府は大君政府薩摩藩は薩摩大主政府とする幕府は大君政府を名乗って葵の御門を掲げる薩摩藩は琉球国王とは名乗らないが薩摩大主政府と名乗って丸に十字の門を掲げるつまり日本からは「大日本大君政府」 薩摩大使政府肥前大使政府の3つが参加することになってしまいました3月21日ラ・フランス市では「大君は日本全体の皇帝ではなく薩摩大使および他の国主と同じ単なる一大名である」一言で言えば大君は独立した君主であり自身の領国の中では主権を有するが 数ある大名に対する権威はなく、優位に立っているのではなく同輩に当たるのであるこの議定書がその証拠である」といった記事が掲載されるなどこの議定書をめぐりモンブランの影響で多数の新聞に「日本が連邦的な国家であって将軍は数ある大名の一つに過ぎない」といった記事が出ました。 また、薩摩藩がフランスのシャルル・ド・モンブラン伯爵の「フランス人が勲章を重んじる心理を利用すべき」という権限を採用しフランスのレジオン・ドヌール勲章に藩を取った日本初の勲章と見なされる独自の勲章薩摩琉球国勲章を作成し皇帝ナポレオン三世以下フランス公館に贈呈していることを幕府は知って衝撃を受けます。 幕府も独自の勲章として青い勲章の鋳造発行計画が立てられましたが結局実現ししませんでした。なお渋沢栄一殿に3月21日の出来事として「前外務大臣の夜の茶会に招待前外務大臣の茶の会に招かれては我が交際の作法の回廊ならざるを反省した」とありますがこのことかもしれません。 3月22日付、ル・フィガロシとラ・リベルテ氏にも同様の記事が出てしまいました。3月24日、第15代将軍徳川慶信の明代としてフランスに派遣された慶信の弟で明代の徳川昭武は、外国武行向山和文らを従えて、デュイルリー宮殿で皇帝ナポレオン三世に越見、国書を奉呈しました。 渋沢栄一は媒責しませんでしたがフランス皇帝への献上品を宮中へ送置することにあたりました徳川昭武一行は遺憾仮ぬ、カカあるいは彫い巣王を着用しましたメルメ・カションはフランス政府から世話係に任命されフランスにとどまることになり欧州に5年間留学の予定であった徳川昭武や 他の留学生の指導と教育も担当する予定でしたが向山和文がカションが神父でああることと、とその性格に問題ありと大反対しましまた。メルメ・カションは皇帝ナポレオン3世の謁見の通訳を務めるという名誉は得ましたが徳川秋武の教育係からは外されてしまいました。 3月25日フランス皇帝ナポレオン三世主催の歓劇会に出席3月26日徳川昭武はパリ万博会場で各国の産物を見ましたフランス皇帝ナポレオン三世より贈り物が届きました3月27日メルメカションは日本は一種の連邦国家であり幕府は全権を有していないという論説を パリの新聞に寄稿しましまたアーネスト・サトやシャルル・ド・モンブランら薩摩半寄りの人物と同一の主張でしたこの論説をフランス政府も無視できず結果として小栗忠政が制約したフランスからの600万ドルすなわち150万ポンドすなわち450万両の借款が取り消されてしまいました幕府は 幕府を貶めようとする薩摩藩の罠の前に敗れ去りました3月28日第15代将軍徳川慶喜は英蘭仏各国公使と大阪城で公式謁見無直挙で兵庫開港を宣言しましたイギリス軍艦「サーペント号の議士長」の技師長フレデリック・ウィリアム・サットン大佐が 徳川義信を写真撮影しました。3月28日、徳川昭武は景気球を見ました。3月29日、第15代将軍徳川義信は、イギリス公使サーハリー・スミス・パークスと大阪城で会見。イギリス軍艦サーペント号の議士長、フレデリック・ウィリアム・サットン大佐が、 徳川由伸を写真撮影しました。3月29日、徳川昭武はナポレオン三世の歓劇会に出席しました。渋沢徳太夫も売席しました。4月昨日、すなわち4月1日、徳川昭武はミニストル館で舞踏会に出席しました。渋沢徳太夫も売席しました。 4月2日凱旋門に登る4月3日徳川昭武はトゥイルリー宮殿における舞踏会に参加しました渋沢篤太夫もこれに媒席しました4月4日徳川昭武はパノラマを見物しました4月12日渋沢篤太夫は動植物園を訪ね ベトナムで乗ってみたことのあったゾウのほかライオントラヒョウヤマイヌオオカミクマヒグマカバカンガルー胴回りが一尺もある大蛇などを見ました4月15日渋沢特大湯は徳川秋武が大砲機械著書を見るのに媒席しました4月24日渋沢特大湯は 徳川昭武がパリ市街梅を見るのにししました。パリ市の地下に張り巡らされた上水道下水道ガス道を視察ナポレオン3世の第二帝政で1853年から1870年まで17年にわたってセーヌ県知事を務めたジョルジュ・オスマンが取り組んだフランス最大の都市整備事業パリ改造です。 古い街路を拡幅し直線化を図る幹線道路は複線化して交通循環を容易にする重要拠点は車高路によって接合する衛生面での大幅な改善が見られ当時流行していたこれらの発生をかなり抑え込みました4月3日すなわち4月30日渋沢特大はブローニの森の パリロンシャン競馬場にししました。ロシア皇帝アレクサンドル2世がフランス皇帝ナポレオン3世との賭けの勝負に勝ち獲得した10万フランを直ちにパリの貧民院に寄付しましまた。渋沢特大はフランス語「ノブレス・オブリージュ」「高貴な身分の者には特技的な義務が伴う」という意味の「実践の場」を目撃したのです。 スエズ運河が私利私欲ではなく公益のために改作されていると知った時と同じ感銘を受けました5月2日渋沢篤太夫はパリ市内の病院を視察霊安室まで覗いてみました富裕層の未亡人のノブレス・オブリージュの精神に言及医師の治療より看護・保養の両方に感服しました奥詰め医師高松良雲は パリ万博を終えると留学生としてパリに残るよう言い渡されました。資金は幕府負担です。留学先はオテルデュー、神の家という病院を兼ねた医学学校。神の家では麻酔を用いた回復手術なども行われていました。しかし技術の最上に高松良院に衝撃を与えたのは、神の家に併設された貧民病院でした。 ここでは貧しい人たちに無料で診察・治療していました。無料の貧民病院とはいえ、設備は十分に備えられ、診察も神の家に所属している医師や看護婦が一般患者と同様に行っていました。しかも、この病院は貴族、富豪、政治家などの寄付によって成り立っており、国からの援助を受けない民間病院でした。帰国後、高松良雲は、 榎本武明が率いる旧幕府軍に参加、函館病院の院長として函館戦争に加わった兵たちを敵味方はけ隔てなく手当てをし名を馳せることになります。慶応三年五月四日、フランス皇帝ナポレオン三世は大勧兵式を行い、ロシア皇帝アレクサンドル二世と皇太子後のアレクサンドル三世や プロイ国王ビルヘルム1世のほか向こう山中仏公使も招かれたので渋沢篤太夫も売席しましまた。その帰り道でロシア皇帝アレクサンドル2世暗殺未遂事件が発生渋沢篤太夫は杉浦愛蔵と共著の更生日記に詳しく記述しました。その中で、 渋沢特大はフランスの新聞報道が早くて詳しいことを高く評価。フランス政府が新聞記者たちに何も隠すことなく寛容な態度で対応している点を良き国風としています。また渋沢特大は新聞が日本の開港地へ運ばれることも承知していました。新聞の速報性のありがたさを実感したことから、新聞の正しいあり方を悟りました。 ちなみに渋沢栄一が最初に創業した事業は紙、紙すす。なわち製紙業です慶応4年1月11日に発生した神戸事件の量刑の決定の際パリで起こったロシア皇帝アレクサンドル2世暗殺未遂事件の量刑が参考にされました帰国していた五代友厚は急遽外国談判の儀につき上半を仰せつけられ 外国事務総督東久世道富伊達宗成のもと伊藤博文らと共に各国公使との折衝にあたりました薩摩藩からは地知定嘉岩下道平吉井友真寺島宗則小松立脇中井広らが京阪神に街道していましたまた 彼らの書簡や日記には白山の名でシャルル・ド・モンブランがしばしば登場しますギリギリの除名嘆願もフランスのレオン・ロッシュはじめとする公私投票の結果備前岡山藩士滝善三郎は切腹となりました話をパリに戻しましょう慶応3年5月5日 ロシアア皇帝アレクサンドル2世と皇太子後のアレクサンドル3世プロイセン国王後のドイツ皇帝ビルヘルム1世の3人がオペラを鑑賞した後トゥール・ダルジャン現オーナーの曽祖父が経営していたカフェアングレでプライベートで3皇帝の晩餐を楽ししみました。当時でも非常に珍しい出来事でした。 アカデミー賞最優秀外国語・英語賞を受賞した映画「バベットの晩餐会」のモチーフにもなりましたなおロシア皇帝アレクサンドル2世はその日のメニューに載っていなかった好物のフォアグラを所望当時のオーナークローディアス・バーデルは「冬までお待ちいただければ最高のフォアグラをお届けいたします」と約束しました。 やがて冬になるとバーデルは自らがロシアまで赴き極上のフォアグラをロシア皇帝アレクサンドル2世に届け信頼を勝ち得ました後にバーデルはロシア宮廷におけるワインのセレクトの総責任者という大役を任されることになりましたロシア皇帝アレクサンドル2世は1881年3月13日に暗殺されました 慶応3年5月7日、徳川・家武、フランス皇帝ナポレオン三世の招待を受け、ロシア皇帝アレクサンドル二世、プロイセン国王ヴィルヘルム一世とともにベルサイユ宮殿へ行く。夕方帰る。渋沢徳太夫もこれに陪席しました。5月10日早朝、渋沢徳太夫はブローニの森の朝の景色を見ようと同僚と共に散策。 5月11日徳川昭武はホテルを出てロシア人貴族の屋敷ベルゴレーズの館を借りました5月12日佐賀藩の出店の際に派遣された野中元右衛門がパリ到着当日に逝去野中元右衛門の墓はペール・ラ・シェズ墓地に建てられており2017年6月17日には 没後百五十年の慰霊祭が、同墓地にて開かれました。慶応三年五月十四日、第十五代将軍徳川慶喜は。松平春嶽、山内陽道、島津久光、伊達宗成らと。二条城で趣向会議を開き。兵庫開港と徴収処分問題を議論しました。写真師横田彦兵衛に命じて、四人の肖像写真を撮影させました。 またフランスの教育省へ徳川昭武の教師派遣を申請しました薩摩藩士らは無直挙で兵庫開港を宣言していた第15代将軍徳川慶喜を思考会議で追及することで政権を思考会議に移そうと画策しましたが失敗に終わりました政治交渉による倒幕に限界を感じた薩摩藩士らの倒幕派は 武力討伐を決意します。次回はいよいよ二条条で大政奉還です。このチャンネルは一期一会チャンネルではございません。いいねボタンのクリック、チャンネル登録お願いします。またいつかどこかでお会いしましょう。また会う日まで。さようなら。